こんにちは、日野です。今日は2023年の9月の27日になります。9月も間もなく終わりということで、今日はまだでも暑いですね。これ、昼間は冷房かけないとやってられないっていう、車の中はですねいう感じですけれども、まだもう少し暑さが続くみたいなことを言ってますので、乗り切っていければなというふうに思っております。10月からインボイス制度っていうのがね始まるっていうことで、ちょっとなんか書類とか、レシートとかそういうのに全部登録番号っていうのをやっていかない、記載しなきゃいけないっていうことで、今いろいろレシートのやつとかね登録をしていっているんですけれども、なんかややこしいですよね。そのあたり対応していかなきゃいけないなっていうところで、ルールはルールですから、それをしっかり対応していければなっていうふうに思っているところですね。いろいろ反対意見もありますけれどもね。で、その後、電子帳簿の保存ですか。なんかそういうのも制度が来年から始まりますので、これもなんか見てるとややこしいなと思って、頭がいっぱいいっぱいになっちゃうんですけど、こういう事務処理的なことはなんかどっちかというと苦手な方なので、分かる人に任せるっていうのが一番いいとは思うんですけれども、でも自分もある程度知っておかなきゃいけないっていうのがありますので、そのあたりはもうちょっと学んでいかなきゃいけないなというところですね。今日はこの後ですね、昼からバイノさん、帝国製薬社のバイノさんに来ていただいて、ズームセミナーをさせていただきます。イフミックという、ね、商品いつもご紹介させていただいているんですけれども、身につけるだけでも体幹バランスが整って、こう血流が良くなってみたいな、非常に、いい商品ですので、いろいろご紹介できればなと思っております。最近脳のホルモンとかそういうものにも興味が出てきてですね、ドーパミンとか、オキシトシンとかね、いろいろありますよね。エンドルフィン、ベータエンドルフィンとか、そういったものがうまくこうバランスよくね出す。ドーパミンっていうのもこう出すぎると反応が悪くなって枯渇して、で、ちょっとやそっとの刺激では満足できなくなって、さらに強い刺激を求めていくっていう、今インターネット社会ですので、いろんなこう刺激が満ちているっていうのがあって、ドーパミンが過剰になってるっていう人が結構多いというふうに言われてますよね。だからそのあたりを、欲望とも密接に関わってくることなんですけれども、その欲望に対して、どうやってコントロールしていくか、コントロールしていくというか、うまくバランス取っていくことで、ドーパミンっていうのも、やっぱりコントロールしていく必要があるということで、そういった関連の書籍をちょっといろいろとね、今読み始めているところですね。Kindle Unlimited っていう Kindle の書籍でも結構いろいろ出ているので、そういったものも見ながらですね、非常に興味深いですよね。人間の脳っていうのは、報酬系のドーパミンっていうものがありますけれど、なんかこう期待があるとドーパミンが働いて行動ができるっていう。だからドーパミンイコール快楽物質ではないんですけれども、ドーパミンがですね、こう快楽に向かって動くエネルギーになるっていうことですよね。だからドーパミンが悪いわけではなくて、適度に、こう放出されるのは全然いいことなんですけれども、それがこう過剰になりすぎると、もっと強い刺激、もっとこう、なんて言うんでしょう、激しい刺激みたいなことでなっていってしまうっていうことがありますよね。だからそこら辺を一旦リセットして、本当に適切な、ホルモンバランス、適切な脳の回路を作っていくっていうことで言うと、大自然の中に身を置くっていうのはすごくいいことだなと思うんですよ。この前来られたメーカーさんの方がですね、1年に2回ぐらい沖縄に行ってゆっくりすると、メーカーさんとの交渉もあるみたいなんですけれども、大部分はね、あとはもうのんびり自然の中でするのが一番いいと、今いろんなこう、機械物のアイテム、例えば、こう波動系の、ね、商品とか、カズタマレイワとか、そういう電子水アレイとか、いろいろありますけれども、
その方にとってはですね、やっぱり一番自然の中に身を置くっていうのがですね、一番リセットできるっていうふうにおっしゃってましたね。まあそれは確かにその通りだなと思いますね。今そういう自然との触れ合いっていうのもね、なんか少なくなってきているっていうのがありますし、まあ僕自身も確かにそういう自然の中に身を置くっていうのが、あまりできてないっていうのがあるなって思いますし、まあ単純なことですけれども、大自然の中に身を置く、あるいは大自然のところにどんどん行って、時にね、休息するっていうのはですね、重要かなというふうに思いますね。うちの長女がよく、そういう場に、行きたがるっていうか、なんかこれも欲求、本能的な欲求があるのか、結構一人旅でそういう自然の中の方に行くんですよね。あんまりこう都会とかは好きじゃないって言ってますけれども、まあ、自然の岐阜県とかね、あと長野県とか、長野県は今年長女は5回行くみたいですね。だからすごいなと思うんですけれども、しかも電車でですね、電車だと結構時間かかるんですけど、まあ、その電車に乗ってる時間もですね、非常にもう景色見ながらね、こうのんびりとできて、で絵を描くのが好きなので、絵をこうひたすら描いてるみたいな、まあ、そういうことで、非常にそれがリラックスになっているみたいですね。まあ、そういう自分なりの、リラックス法っていうのを見つけられるとですね、絵をこう、常にそういろいろねできると、いいんじゃないかなというふうに思っております。ということでですね、今回は以上になります。ありがとうございます。